民間の非営利団体アメリカ海軍研究所 USNI によると日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機の運用するために必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航するという発表が2023年11月13日にあったみたい。軍艦と日本人としては突っ込みたいところがあるよな。仮にだが、加賀が改造終了後、初の長期公開を行い、そのまま F-35B を艦載して寄港ということはないだろうな。中国への抑止効果にもなるという意見はあるらしいが。さて今回は、この F-35B 認証試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。USNI の言う日本最大級の軍艦というのは、海自の出雲型護衛艦のことで、2023年11月時点で、2番艦加川飛行甲板形状をグレードアップし、改修された状態で、試験公開などの実施中だったんだ。海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団がすでに2023年10月末アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察していたね。USNI はプリンス・オブ・ウェールズが試験をしている海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしていると見ているようだな。日本政府と防衛省は2013年以降、海自の出雲型護衛艦2隻の空母化を、着々と進めていたんだけど、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたよ。現時点で、F-35B 戦闘機は42機ほどの導入を予定していて、運用するための飛行隊を航空自衛隊に新たに編成、宮崎県新富町のニュータバル基地に配備することも公表しているね。九州に配備するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に即応するとともに、台湾有事も視野に入れていると見られるんだ。イギリス海軍空母プリンス・オブ・ウェールズは前述の通り、アメリカ東海岸で各種テストを実施しているんだけど、その中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練もあるので、同様のテストを出雲型護衛艦で実施する可能性も考えられているよ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦とされ、F-35B 戦闘機36機とヘリコプター12機を搭載する能力を備えているな。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドなど4地域で、BAE システムズと VT グループによって建造されることになっているぜ。スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで最終組み立てを行うのだが、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたらしい。プリンス・オブ・ウェールズは2022年8月27日、アメリカ東海岸での演習公開ウエストラント22に向かうため、ポーツマスを出航したんだけど、出航直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたんだよね。この事故のため演習公開は中止となり、クイーン・エリザベスが代わりに9月8日に出航したんだ。皇太子息子の代わりに女王母が登場したということだろうね。ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も当然ながら延期されてしまったよ。この損傷について英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障、足を引きずりながら岸に戻ってきたとからかったんだけど、シャレにもならないよね。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理したんだけど、クイーン・エリザベスの部品取りにされているというデマも流れ、国防大臣がこれは一時的な応急処置と釈明する羽目になったみたい。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を受けたプリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居、28日には CH-47 が飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していたよ。7月31日には映画トップガンマーベリックに登場したセリフを、パロディ化したと思われる文章を投稿し、飛行甲板運用を再開したことを広くアピールしたんだ。一方、軽空母への改修が完了した護衛艦加賀派、2023年11月17日に呉基地へ帰還したぜ。長期間の改修を経て、
本来の基地に戻ったというわけだが、くしくも旧日本海軍の空母加賀の進水日が11月17日だったため、運命的なものだという人もいたらしい。出雲級の空母加賀初着艦機能整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考に課題の洗い出しを行った後、2万6000トンのサイズに適した空母加賀改装が行われると推測されていることから、空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても当然ということだろうな。基本的に艦艇排水量のうちでも満載排水量は船そのものの重量だけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物なども含めた総合重量となるわけだが、しかし、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれることになるぜ。つまり、上陸作戦要員がいる分だけ空母より広い居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているから、車両庫等のスペースも必要というわけだね。もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が拡大するわけではないというのは言うまでもないよ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機の F-35B 戦闘機の取得も、空自パイロットや整備員の養成もまだまだで、これからスタートすると言っても誇張ではないぜ。こういった過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B はたったの重機に過ぎないから、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母の戦力とは全く比べようもないわけだ。最有力と思われる使用方法とは、イギリス海軍空母のようにアメリカ海兵隊の F-35B 戦闘機も共に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することではないのかと言われているらしい。前述だけど、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月の改修工事と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスのドックから出てフォース側に入り、母港ポーツマスへの帰路に着いたよ。その途中で7月29日、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたという投稿が、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともにアップされていたんだ。2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、前述のように映画トップガンマーベリックでトム・クルーズが、役のセリフをパロディ化したと思われる投稿をしたほどだったね。その内容は飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻して、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですといったものだよ。このユーモア溢れる投稿は反響を呼び、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。母を連れて行きたいと思います。一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがですか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますというような、楽しく心温まるコメントなども寄せられていたらしいな。イギリスでは空母に親しみを感じている人が多いようで、日本との差を痛感せずにはいられないぜ。今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズ及び出雲護衛艦だけど、中国の動向が気になる台湾有事が起きた際には大活躍すると期待する声もあるみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。